最優秀選手であまりだけなんですが、下と思いますね。選手協会が選ぶMVP、それから昨年の記者がイラブMVP、いずれもポジションしました。さらに最優秀若手プレイヤー賞も受賞。キャリアハイの22チームは、12、12チームはファーカーでありました。最優秀記者が選ぶ。
存在ではありますですね。まあやっぱりこう昨シーズン見ててもこの左サイドでプレーしたり、もしくはトップ下に入ったりだとか、まあ右のレノも含めて去年の特徴としてトップ下の3枚というのは